四畳半王国見聞録は日本の小説家森見登義彦による短編小説集。新潮社より2011年1月28日に刊行され、2013年6月26日に新潮文庫より文庫版も刊行された。本作は京都市を舞台にした7編の短編小説で、 構成されている。森見、昇る義彦作品に品質する四条半を軸に展開し、作中には別作品の登場人物が多く現れるため、森見、昇る義彦の四条半平行世界の真骨頂とも言える作品である。タイトルから四条半神話体系の続編であるように思われるが、森見によると四条半神話体系の活動漫画家に、 伴う、知名度上昇を有利に活用しようとしているのだ。四畳半がしきりに出てくる以外、ほとんど関連はないとのことである。第二本本人会とは、凡人を目指す、非凡人の集いである。特殊能力を持ちながらも、その能力を決して世のため人のために使わない、という心情の元法音に学生配置にて、定期的に会合を開く集団である。第二本本人会の章は、 ある学生による自主制作映画の原案と銘打って語られているため、多少との関連は不明である。本作とは無関係であるが、恋文の技術に第二本乙女会なる組織が登場する。ありがとうございます。